皆様こんにちは。アプローズバレエカンパニーのカスタマリです。今回はこちらにありますウェアモアのリスについてのご紹介です。特徴その1、なんといっても一番目を引くのはこちらの胸元のこちらのレースですね。ドット柄のとても薄い素材なんですけれども、非常に伸縮性があります。それでこの胸元からバックスタイルの両脇ですね、両脇にもこちらのレースが使われています。このようにちょうどウエストのところまでですね、はい、両脇にこのように使われています。超その2、バックスタイルですね。こちらのダイヤモンドカット、こちらが背中を美しく見せてくれます。特徴その3、このバックネックなんですが、こちら寄ってみますとこのようにボタンになってるんですね。2つボタンがついています。ですのでこう着た時にホルターネック特有の締め付け感というのが少ない、そういった着心地となります。特徴その4、ポリアミドという素材が使われているんですけれども、その特徴は腰と張りがある、そういった生地なんですね。で、着た感じがこの生地ですと割とサポート感があるといった着心地です。それでは最後にサイズについてなんですけれども、参考までに私のサイズがバスト82、ウエスト69、ヒップが92、ガースが150センチなんですね。それでだいたい M サイズで心地いいといった着心地です。ですのでこちらのリスについてはバストやウエストというよりガースを参考にされるとよろしいかと思います。はい、それではアプローズバレエカンパニーのカスタマリでした。